2018年8月、アメリカ、マサチューセッツ工科大学のコンピューターは、ある予測を割り出しました。それは、2020年頃から人類の文明の質が劇的に低下し、そして2040年頃に終わりを迎えるというもの。万が一、世界が終わりを迎えた時、人類はどこで生活すればよいのでしょうか。どうも、こんにちは、レンです。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回は地球最後の日に備えたシェルターについてご案内いたします。他にもどんなものが見えるのか、あなたもぜひコメント欄に書いてみてね。では行ってみましょう。ヨーロッパ湾。アメリカ企業のビボスグループ CEO ロバート・ビチーノ氏はとある考えを抱いています。それは世界の終わりが訪れた時どうすればよいかというもの。いつかは訪れるかもしれませんが、誰もが準備できているわけではありません。ならば俺がそのためのシェルターを作るぜと、ビチーノ氏は一念発起。シェルターを作る場所をドイツ中部のローテンシュタインに定めます。そこにはかつて冷戦時代のシェルターやミサイル貯蔵庫があったのですが、ビチーノ氏はそこを素晴らしすぎる居住空間に作り変えてしまったのです。その名はヨーロッパ湾。総面積は21,108平方メートルで、収容可能な人数は500人。共同スペースにはプールやバー、レストラン、病院、映画館、礼拝堂などが完備。そのどれもが核爆弾や放射能、生物兵器による攻撃から身を守れるように設計されています。世界の終わりが来なくてもここに住みたくなるかもしれませんね。しかしながら、ここに住めるのは世界人類のほんの一握り。何しろ一番安い部屋でも約436万円、ゴージャスな部屋だと約6億円以上します。居住を申し込む人もそれなりのビッグで、有名外科医や軍の高官、映画スター等がいるそうです。おまけにヨーロッパ湾にアクセスできる方法はヘリコプターのみ。これは実際に災害が発生した場合、全く関係のない一般人がシェルターに押しかけてくるのを防ぐため。つまり場所によってはお迎えのヘリが間に合わず、別のお迎えが来る可能性もあるということですね。ホワイトハウスの地下。ホワイトハウスは言うまでもなく、アメリカ合衆国大統領の公邸です。観光客はその一部を見学できますが、大部分は秘密になっています。そんなホワイトハウスの地下には、とある2つの設備が備わっているそうです。それは防護シェルターと非常用指令センター。これらの設備は2010年に極秘裏に作られました。この時は大統領が執務しているウエストウィングの周囲が固い壁で覆われました。さらにブルドーザーが搬入されたことで、様々な憶測が飛んだそうです。人々に内緒にしてまでここに作ったものは一体何だったのでしょうか。当時のオバマ政権はシェルターを作る理由として次の2つを挙げています。その1、重大な判断を下す場合に重要な人物とデータを保護するため。その2、非常時に大統領とシークレットサービスを再配置するため。なんだかしっかりしているようで、あんまりしっかりしていない理由ですね。ともあれ、ホワイトハウスの大統領執務室は使用されていない時は見学することが可能です。もし誰も見ていなかったら、大統領の机の下にある秘密の抜け穴を探してみてはいかがでしょうか。ここから地下のシェルターにつながっているかもしれません。もしかしたら机の上に見慣れないボタンがあるかもしれないので、押してみるのも一興ですね。レイブンロック。もしアメリカにミサイルが落ちるまでに余裕がある場合、大統領は違う場所に避難できます。それはレイブンロック、大統領専用の核防護シェルターです。行ってみたいなぁと思っても、観光客は立ち入り禁止。
シークレットサービスにでもならない限り、ここに来るチャンスはないでしょう。広大な地下トンネルがペンシルバニア州ブルーリッジサミットの近くに張り巡らされています。この施設はワシントン DC が核攻撃を受けた場合、ペンタゴンの代わりとして機能します。炭鉱があるアパラチア山脈にも近く、万一の時にはエネルギー源として使えます。地下トンネルがどこに続いているのか、今のところは全く不明。ただ一説にはワシントン DC からレイブンロックまで専用の地下道路でつながっているとのことです。大統領はそこから記者会見を開いたり、職務を行うこともできるのだとか。チトー元大統領の地下基地、ボスニアとクロアチアの国境、ここに旧ユーゴスラビア政府が所有していた秘密の地下基地があります。地下基地としてはヨーロッパ最大のものであり、26年の歳月と約6600億円の費用がかけられました。面積は6500平方メートル以上であり、350人が収容可能です。シェルター内には100の寝室や発電機、水供給システムがあり、半年間生活可能。さらに20キロトンの核爆弾に耐えうるほど頑丈で、レーダー検知システムが配備されています。秘密の地下空軍基地として、あらゆる種類の飛行機や戦車、爆弾なども貯蔵可能です。このシェルターはヨシップ・チトー大統領が使うために作られたものなのですが、亡くなる1年前の1979年に竣工したため、彼が使用することはなかったのです。1992年初めて公開されており、現在は一般開放されています。ノアの箱舟。2012年中国浙江省、事業家の楊修福さんは2年間かけてとあるものを開発しました。それがこちら、どでかいボールです。楊さんはこれをノアの箱舟と呼んでいます。津波の威力、冬の寒さ、地震の瓦礫から身を守るように設計されているからです。直径4メートルの大きなボールは重さは6トン、水面では33トンを積載可能。内部は密閉されており、酸素マスクや食料、飲料水、シートベルトが入っています。確かに大洪水やらバイオハザードから身を守ることができそうですが、この狭い密閉された空間でトイレはどうすればよいのでしょうか。黙示録マンション。2014年アメリカカンザス州の田園地帯、廃棄されたミサイル基地の跡地にコンドミニアムが建設されることになりました。このコンドミニアムは深さ61メートルもあり、たくさんの物資が貯蔵できます。元ミサイル基地ということもあって、その頑丈さは折り紙付き。各部屋には人工の窓や大型テレビがあり、プール付きの部屋もあります。スポーツジムも設置されているため、世界の終焉を見ながら運動することも可能。入居者は特典としてフリーズドライの食品や清浄な空気、精製水などが利用できます。ワンフロア全体の広さは約1670平方メートルであり、価格は約2億から3億6000万円とのこと。命の値段だと思えば決して高くはないかもしれません。ただし70名しか入れないので、お早めにご連絡を。オッピルム。チェコ共和国の巨大な田園地帯、一人の億万長者が首都プラハの郊外にシェルターを建設しました。具体的な場所は機密とされていますが、これは個人が作ったシェルターとしては最大のもの。その名はオッピルム。約95万平方キロメートルあります。冷戦時代のシェルターを利用して作られたこのシェルターはとにかく規格外。金に糸目はつけず、プール、ワインセラー、通信装置といったあらゆる設備が揃っています。しかもこのシェルターに登録した人には地上に住居用の不動産をプレゼント。世界の危機が迫っている時には
シェルター近くの住宅で生活し、万が一の場合には地下通路を通ってシェルターに入ることができます。そして脅威が過ぎた後は素早く元の生活に戻れるのです。構成は2000平方メートルの部屋が1つと520平方メートルの部屋が6つ。価格は不明ですが、公式サイトでは英語、ロシア語、中国語のみが対応可能。つまりそれ以外の言葉を使う人間は金持ちではないと思われているのでしょうか。あの国のシェルター、核兵器で世界を破壊すると脅している人間は常に返り討ちに遭う可能性があります。そのような人々は防護シェルターを準備すべきでしょう。何しろいつ世界の終わりが来るか分かりません。北朝鮮の平壌には核攻撃を受けた時のために金正恩の防護シェルターがあります。シェルターは簡素なもののようですが、核兵器開発を含め多くの作戦が地下で行われていることを忘れてはいけません。このシェルターは非常に複雑な地下構造で、金正恩を探すのは容易ではないと言われています。地下トンネルは山岳部の洞窟とつながっていて、これでは到底見つけられる望みはありません。アメリカの調査では非武装地帯の地下まで掘り進んでいるものもたくさんあるとのことです。他にも北朝鮮には3万人以上を収容できる地下シェルターがあるとも言われています。どうもこんにちは、シャルロッテよ。今回もいかがだったかしら。実際にこういった設備を使うのは嫌だけど、なんだかワクワクしてしまうわね。ちなみに管理人は小学生の頃、学校の地下室の掃除係だったそうよ。その時、地球の最後の日ごっこをして楽しんでいたんですって。けど、あまりに楽しみすぎて気づいたら掃除の時間が終わっていたらしいわ。あなたが住んでみたいシェルターはどんなところかしら。ぜひコメント欄で教えてね。